さあ長崎の旅へ。中国色あふれる壮麗な光の祭典、長崎ランタンフェスティバル。もともとは長崎に住む華僑の人々が旧正月を祝うために行っていたものですが、今では長崎の冬を彩る一大風物詩となりました。長崎と中国、その交流の歴史は深く、特に鎖国の時代、海外に向け開かれていたこの町には多くの中国人が居住していました。町中にあって今も人々の熱い信仰を集めている4つの寺院、東寺至福寺は当時の中国人たちのために建立されたものです。いずれも文化財として極めて重要な古刹ですが、そのうちの一つ興福寺では、かの隠元禅師が長崎にもたらした中国風の精進料理普茶料理を王子のままの姿で食すことができます。一方、極彩色に彩られた荘厳なこの建造物は長崎孔子廟。中国の人々が自らの手で海外に建立したただ一つの孔子廟です。併設された中国歴代博物館は北京故宮博物院と正式に提携しており、中国政府から提供される展示品は日本でいう国宝級のものばかりです。長い歴史が育んだ長崎の街に息づくかけがえのない友好の架け橋です。